麻生太郎は、日本の政治家、実業家。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党副総裁、志公会会長、自民党タバコ議員連盟顧問、中曽根康弘世界平和研究所会長。経済企画庁長官、経済財政政策担当大臣、情報通信技術担当大臣、総務大臣、外務大臣、衆議院外務委員長。 自由民主党政務調査会長、自由民主党幹事長、自由民主党総裁、内閣総理大臣、副総理兼財務大臣、内閣府特命担当大臣、デフレ脱却担当大臣などを歴任した。学習院初等科、中高等科を経て、学習院大学政治経済学部を卒業後、麻生産業に入社し、麻生セメントの社長や日本青年会議所の回答などを経て、 1979年衆議院選挙に初当選。以後、1983年の落選を除き、当選回数13回を数える。相続した自宅は25億円など、世衆議員として、政界有数の資金力を有する。経済企画庁長官、経済財政政策担当大臣、自由民主党政務調査会長、総務大臣、外務大臣。 自由民主党幹事長を経て2008年自由民主党総裁選挙により、第23代自由民主党総裁に選出され、第92代内閣総理大臣に就任した。第2次、安倍内閣で副総理兼財務大臣権、金融担当大臣として入閣した。首相経験者の入閣は、篠原喜十郎、宮沢喜一、橋本龍太郎に続き戦後4人目。 1976年モントリオールオリンピッククレー、射撃日本代表。弟の麻生康氏は、学校法人麻生塾や、麻生セメントなどを参加に持つ麻生グループ代表である。また、実前は、皇族の友人新郎日信子にあたる。信仰宗教は、キリスト教であり、洗礼名は、フランシスコ。1940年9月20日。 福岡県飯塚市に、麻生高吉、和子の長男として生まれる。小学3年生の頃上京し、学習院初等科に編入。父親と親交があった、水野修雄が経営する、産業経済新聞社の試験を受けるも、海外留学を選び、帰国後は、1966年に、実家の麻生産業に入社し、1960年代後半に、ブラジル。 サンパウロに一年近く駐在していたことがあると本人は語っている。その後、1970年から2年間にわたって、シエラレオネにて、同国のダイヤモンド産業国有化政策実施後に、地元有力者から、航空の提供を受けた麻生家の現地駐在員として、ダイヤモンド採掘業に従事していたが、シエラレオネ内戦勃発で帰国した。 1973年にセメント事業の分社化の後にグループ中核企業となったアソセメントの代表取締役社長に就任。炭鉱業からセメント業への転換を成功させた。なお、アソ産業時代にまた社長業の傍らで1976年モントリオールオリンピックにクレー射撃の日本代表選手として出場している。 首相時代の肖像1979年10月、第35回衆議院議員総選挙に、旧福岡2区から出馬、4位で、初当選し、政界入りする。1982年、自民党青年局局長に就任。2期務めた後、いわゆる田中判決解散後に行われ、自民党が過半数割れした第37回衆議院議員総選挙で5位、当選した。 共産党候補に2600票あまり及ばず、辞典となり落選する。その後第38回衆議院議員総選挙で2位の社会党候補に36000票あまりの差をつけ、トップ当選し国政に復帰して、以降、現在まで全ての総選挙で選挙区当選している。高知会に所属。1996年には、 第二次橋本内閣の経済企画庁長,長官に就任し初入閣。1999年1月、党内で長年所属した高知会より脱、河野洋平を会長とする大友会の旗上げに参加。2001年1月、不祥事により隕石辞任したぬかが福士郎の公認で、経済財政政策担当大臣、情報通信技術担当大臣、 新生年期記念行事担当大臣に就任。4月、2001年自由民主党総裁選挙に出馬し、小泉純一郎、橋本龍太郎、亀井静香と、戦い31票で3位。その後発足した小泉政権では、党政務調査会長を務め、その後は、総務大臣や外務大臣などを務める。2004年9月に、 国民年金保険料未払い期間があったことが判明している。後に、自身も、未納期間があることが発覚した、民主党代表の菅直人が、未納三兄弟と呼称したうちの一人である。2006年9月、2006年自由民主党、総裁選挙に立候補するも、内閣官房長官の安倍晋三に敗れる。安倍晋総理のもと、引き続き外務大臣を務め、 12月、河野グループが解散し、新たにため公会を結成、会長に就任する。2007年3月20日、衆議院議員在職25年を迎え、衆議院により引義を持って表彰された。同年8月の内閣改造を呼び、党役員人事で、幹事長に就任したが、ほどなく、安倍が退陣を表明。9月、2007年自由民主党総裁選挙に、 立候補し、党員票では、福田康夫を僅差で上回ったが、133秒差で、敗れ、1ヶ月で、幹事長の座を退く。翌2008年8月、再び幹事長に就任するも、またしても、1月後に、総理、総裁の福田が退陣を表明。同年9月の2008年自由民主党、総裁選挙に4度目の立候補し35、351票を、 獲得。自民党総裁に就任する。9月24日、第92代内閣総理大臣に就任。麻生内閣を組閣する。首相就任の際、日本を明るく強い国にすると述べた。2009年8月1日、1977年に、横田めぐみが北朝鮮工作員に拉致されたとされる、新潟市内の現場周辺を現職首相として、 初めて視察した。内閣総辞職に際して、花束を贈呈される、麻生2009年8月30日、第45回衆議院議員総選挙で、自由民主党が惨敗、衆議院第1党の座から転落。同日夜に退陣を表明。9月16日午前、内閣総辞職、首相指名選挙前に自由民主党総裁を辞任。 同日午前の閣議にて内閣総辞職を決定。同選挙で300を超える議席を獲得した民主党の鳩山幸男に政権を明け渡すこととなった。麻生は第二次世界大戦終結以前に生まれた最後の内閣総理大臣となった。野党時代の2012年自由民主党。 総裁選挙では続投を表明していた谷垣定一総裁に造反する形で出馬した幹事長の石原信明を批判して安倍晋三を支持した2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙で自民党が政権を奪還間もなく成立した第2次安倍内閣では副総理兼財務大臣権金融担当大臣として 再入閣した。首相経験者の入閣は、第2次、森改造内閣に、宮沢貴一が、財務大臣、橋本龍太郎が沖縄及び、北方対策担当大臣権、行政改革担当大臣として入閣したとき、以来となる。また、首相経験者が副総理として、再入閣するのは、第1次、吉田内閣の秀原喜重郎以来である。また、 内閣総理大臣退任後に財務大臣に就任したのは宮沢喜一以来二人目である。2017年7月、ため公開が番長政策研究所などと合流し試行会が発足、会長に就任。2020年7月16日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて各イベントが自粛を余儀なくされている中、3000人もの出席者を集めて、 政治資金パーティーを行った。2021年10月4日、岸田内閣発足に伴い、副総理兼財務大臣兼金融担当大臣を退任。財務大臣としての在任期間は戦後最長となった。同年10月8日、自由民主党副総裁に就任した。同年10月22日、中曽根康弘世界平和研究所の会長に、 就任した。第76回日本ダービー表彰式にて、左、麻生太郎中央、横山のりひろみ、佐藤光一首相官邸プロフィールによると、交渉サイズは、身長175センチメートル、体重70キログラム。名門の一族に育ち、財閥の元社長でもあるが、本人は、首相の家庭なんて幸せなもんじゃねえ。 両親にほったらかしにされて育った、生まれはいいが、育ちは悪いと語っている。口の左端が下がり気味なため雑誌などの似顔絵ではえの字に描かれることが多い。ベラン名帳の軽妙な語り口と歯に衣着せぬ発言で街頭演説などで聴衆の人気を博した。周囲からは明るく気さくな人柄で親しく付き合えば、 一方で魅力が伝わる人物と認識されており、その人柄を表して、半径2メートルの男とも呼ばれる。一方で、歯に衣着せぬ物言い,いがたたって、日本共産党、社会民主党を中心に、野党から出現が指摘されたり、問題視され、時には身体問題に発展することが多々ある。海外留学などの経験から、英語が堪能であり、 海外などの公務で媒体の登場時は、通訳を介さずに、自身の英語で直接スピーチを行っている。内閣総理大臣就任後、アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマとも二人で会談している。2013年の財務大臣、中央銀行総裁会議では襟元に、毛皮がついた黒のロングコート、斜めに被った黒のボルサリーノ棒。 淡い水色のマフラー姿をして、ウォールストリートジャーナルは、ギャングスタイルと評した。クリスチャンである。洗礼名はフランシスコ。靖国神社への参拝も行っている。また、靖国神社の非宗教法人化を提唱している。終戦の日の8月15日ではなく、春秋の霊大祭に合わせて参拝している。 内閣総理大臣在任中の2009年1月4日、伊勢神宮に参拝した。また、新党政治連盟国会議員懇談会の名誉顧問でもある。大学時代からクレー射撃を始め、22歳の時、全日本選手権を当時の日本新記録で優勝。1974年に行われた第2回メキシコ国際射撃大会に優勝。 1976年モントリオールオリンピック、日本代表に選出されるが41位に終わる。それ以来クレー射撃は封印し、以後一度も引き金を引いていない。2000年5月には、日本クレー射撃協会会長に就任した。2009年1月31日、世界経済フォーラム年次総会にて、野村総合研究所の主席研究員である、 エコノミストのリーチャードクルが経済政策の理論的支柱として麻生の財政出動を中心とする政策づくりに協力していると朝日新聞で報道されている。定額減税や公共事業を中心とする財政出動に積極的な意向を示しており、財政健全化よりも景気対策の優先を提唱している。2008年になってからは財政健全化を目指した。 小泉政権の構造改革路線を見直し、基礎的財政収支の11年度黒字化目標の延期に言及している。消費税の増税に関しては、もはや、広く薄い負担を税制に追加していくとしたら、消費税しかないとして、消費税増税を示唆したが、2008年9月に、世界的な金融危機が発生すると、消費税増税を早期に行えば、著しく、 景気を冷やすとして、当面の増税を見送ると述べる一方で、2011年以降に1 0を超える水準まで消費税を引き上げる意向を示した。第2次、安倍政権では財務省の代弁者として消費増税を訴えたが、最終的には首相判断に従い増税延期を了承した。労働問題に対しては、企業の生産活動で得られた。 付加価値の分配は、個々の企業が判断すると述べ、企業の給与体系に対して国家が介入することに、否定的な見解を示した。首都圏と地方の間の格差問題については、地方の自立には、きちんと財政出動をやって、道路、交通網を整備しないといけないとして、地方経済振興のために、公共事業が必要との考えを示している。また、医療、 介護が一番しんどいのではないか。病院を作るより病院と結ぶ道路を作った方が安いと述べ、道路交通網の整備による緊急医療体制の充実を主張している。一方で、地方自治体に対し、地方公務員の給与削減を要請している。2008年10月30日には、リーマンショック以降の世界的な金融危機と、 景気低迷への対策として、事業総額26兆9000億円の追加経済対策を発表。2度の補正予算と2009年度予算の3段ロケットとして、最終的には75兆円の景気対策を実施した。主なものとして、定額給付金の支給高速道路料金の普通車、軽自動車で ETC 搭載車限定での土日宿日、 最高1000円の ETC 割引制度東京湾アクアラインの料金を普通車800円に値下げエコカー、減税、エコカー補助金家電エコポイント制度の実施。住宅ローン減税妊婦検診の無料化出産育児一時金の増額中小企業への支援雇用保険料の引き下げなどである。エコカー減税や家電エコポイント制度は、鳩山幸男内閣にも引き継がれた。 定額給付金について小渕内閣の地域、振興圏とよく似た、2兆円を超える定額給付金を全世帯に支給した。この政策については、以下の通り評価が分かれている。定額給付金の成果については、消費拡大に一定の効果を生み、家具や家電などの購買を促進させるなど、新たな消費を生むきっかけになったとアッソウの総理大臣退任後に報道された。 法人税引き下げ慎重論効果の期待できない法人税の引き下げではなく投資減税により景気刺激を行っていくべきとした。これに対し2013年7月の政府税制調査会で一橋大学特任教授の田地下栄治委員からは法人税収入に占める製造業の割合が26%程度に低下しており製造業が 日本の法人税を担う時代は終わった。とし法人税の法定実行税率を35%から30%へ引き下げすべきとの主張が出された。また、2014年5月16日には、大田博子委員が座長を務める政府税制調査会法人課税ディスカッショングループで、法人税率の引き下げは避けて通れないとする改革案の確認が行われた。 同年6月3日には麻生も責任ある代替財源が示されるのであればいい。と、初めて実行税率引き下げを容認し、骨太の方針にも盛り込まれることとなった。公的年金の運用2013年5月18日、麻生は札幌で次のように講演した。株価が上がっても株は持ってないので関係ないという人もいると思うが、年金は 株式の運用で成り立っている。7月に、年金の運用状況が出てくるが、運兆円の黒字になる。2015年3月26日、麻生は2012年度末に304兆円あった、民間企業の内部留保が1年間で328兆円まで、約24兆円増えたことに触れ、デフレでなければ、配当とか賃金とか、 設備投資に回らなければならないとした。後にメガバンクの配当引き上げが報じられた。国務長官コンドリー・ザ・ライスト・ディ・ックチェーニーと会談するアソウエーペック首脳会議にて、ロシア連邦大統領のドミートリー・メドベージェフト2009年7月、G8 サミットにて、ドミートリー・メドベージェフト握手大統領、バラク・オバマと価値の外交を重視した。特に、 日本が非欧米圏でそれら価値の先駆者であることに着目した上で北東アジアから東南アジアを経てインド、中東、中央アジア、中東欧にかけての古城にある国との間で日本がリーダーシップをとってこれら価値を共有し個地域全体の繁栄に貢献するその結果として経済や安全保障などで日本も国益を享受するという自由と繁栄の功 外交の基本方針としている。著書、とてつもない日本では、民主化支援、法律の整備や、法律家人材育成に、日本の制度や経験を生かす、法整備支援などのほか、自衛隊の PKO 活動、カンボジアの、カンボジア特別法廷上級審裁判官としての、野口元の派遣、自身の思い入れのある漫画も含めた日本文化を、通じた交流も、 その具体的施策として位置づけ、重視する姿勢を示した。第一次、安倍内閣の自由と繁栄の故構想は、民主主義や法の支配などの価値を共有しているとは言えない、中華人民共和国の反発を招くとの批判もあった。日本の国際的存在感の低下、尖閣諸島問題に象徴される、日中間の力関係の変化という、 新たな国際情勢の下中華人民共和国との正面衝突を回避しつつ、アジアにおけるパワーバランスを適正に保ち、アジア及び世界の安定と発展に寄与する外交政策であるとの評価されている。第二次、安倍内閣の副総理兼財務大臣としても、最初の外遊先として民主化や法の支配を急速に進めるミャンマーを選んだ。この点、 第二次、安倍内閣では、安倍晋三首相、麻生太郎副首相兼財務大臣に加え、元の企画、立案者とされる、谷内翔太郎元外務事務次官も、内閣官房参与となったため、自由と繁栄の子が、外交の基本方針として復活するとの指摘もある。韓国に対しては、日韓議員連盟の副会長も務めており、首相在任中は、 日韓シャトル外交を定着させるなど、日韓の親善に尽力した。麻生が議長を務める夢実現21世紀会議の国づくりの夢実現検討委員会を通じて、日韓トンネルの実現に向けた政策提言を発表していることが2003年に自民党機関紙で伝えられた。2007年1月26日に日本と韓国は、 互いにとって最も近く、基本的価値を共にする大切な民主主義国同士であります。そのような間柄にふさわしい未来志向の関係を打ち立てますと述べている。また、2005年12月25日の韓国の大手メディアである中央日報のインタビューで、韓国に1年に2度ずつ、計40から50回ほど行っているが、私が知っている限り今の両国関係が最も、 良いのではないかと思う。それは、韓国の生活水準が良くなり、自信をつけているためと思われる。サムスンだけでなく、韓国製品が非常に良くなったと発言している。2008年10月24日、北京市の人民大会堂で開かれた、日中平和友効条約締結30周年。 記念レセプションに内閣総理大臣として参加し、友好というお題目のため遠慮する関係ではなく、切磋琢磨して協力していくことこそ、真の戦略的語形関係と挨拶し、日中が競い合うことで、共益を実現し、両国関係強化につなげる方針を打ち出した。2009年4月の日中首脳会談では、麻生が、 中華人民共和国への核軍縮を求め、温家法首相が歴史認識問題を追求したため緊迫したが、日本が中華人民共和国の環境汚染や廃棄物対策に協力する日中環境省エネルギー総合協力プランで合意したほか、羽田、北京間の定期チャーター便を開設することや、閣僚級による 中日経済ハイレベル対話を日本で開催することを決定した。また、日中間の経済はドイツイギリスフランスの合計も上回るとして、中間との経済協力強化を打ち出し、麻生の地元でかつ中間からも近い福岡県、太宰府市の九州国立博物館で第1回日、中間首脳会談を開催して、三国間パートナーシップに関する共同声明に署名した。 親大派として知られ、総理大臣人員後も台湾政界に太い人脈を持つ。参議院予算委員会で民主主義が成熟し、経済面でも自由主義を信奉する法治国家であり、日本と価値観を共有する国と発言し、中華人民共和国のマスメディアから、日本の外相が台湾は国家と発言と非難され、 中華民国国内からは絶賛されたこともある。2021年7月5日、中国が台湾に侵攻した場合、日本政府が安全保障関連法の定める、存立危機事態に認定して、限定的な集団的自衛権を行使する、可能性があるとの認識を示し、大きな問題が起きると、存立危機事態に関係してくると言って全くおかしく、ない。 そうなると、日米で一緒に、台湾の防衛をしなければならないと述べた。麻生の内閣総理大臣就任後の2008年10月21日から23日にかけて、インドの首相マンモハンシンが日本を訪れた。麻生は、シンとの首脳会談に臨み、外交と防衛における、対話、船舶の安全航行などの協力について合意した。その後、両者は、 国際問題に関する情報交換、船舶の安全航行、テロとの戦いを起こしとする安全保障協力に関する共同宣言、日本とインドの間で合意済みの諸事項の一層の促進を求める戦略的グローバルパートナーシップの前進に関する共同声明に署名。a s はこの会談で日本とインドの経済関係の促進に、 前向きの姿勢を見せ、デリー・ムンバイ間の貨物鉄道建設計画に、総額4500億円の円借款を供与する、ことを伝えた。麻生は新に対し、NPT に未加盟のインドに対する、原子力協力分野での協力について慎重な、日本の立場を説明した。経済連携協定交渉については、早期打結を目指すことで一致した。 麻生との共同記者会見の席で、シンは意見交換を行った22日の首脳会談を非常に生産的で充実したものであったとした。シンは麻生に対して古くからのそして非常に尊敬すべきインドの友人と述べ2年の間に首相として2度来日したことについて2年の間に2度来日しているという事実がインドが日本との関係を いかに重視しているかを表していると強調した。2006年12月13日の衆議院外務委員会において、北方領土問題を解決するために、北方四島全体の面積を2等分にして、半分をロシア連邦に譲ることにより解決を目指す考えを示した。これは、元首相の回復都市記から、北方領土の返還は当然だ。 党の基本問題として守るべきものは守って、きちっとやってほしいと批判された。また、2009年2月に、州内のコルサコフ近郊で行われた、サハリンプロジェクトの一つ、サハリン2の LNG 工場稼働式典に合わせ、日本の首相としては、かつての領有時代を含めて初めて、サハリン州を訪問し、ロシアのドミートリー・メドベージェフ大統領と会談した。 日本政府の公式見解では所属未定地となっている南カラフトでの会談には一部の有識者から批判が提起され日本では鳩山国を総務省が国会答弁で正直実に微妙な問題だなと思うと感想を述べたこれについては北方領土問題とは異なり南カラフトについてはロシアが実効支配していることについて ロシア以外のいかなる国の政府も領有権の主張を行っておらず、領有権を放棄した日本政府も異議を唱える立場にはなく、2001年にはサハリン州ユジノサハリンスクに総領時間を設置して、ロシアの実効支配を前提とした日常業務を行っていることもあり、訪問への反対運動は広がりを見せなかった。政府開発援助には積極的な姿勢をとっている。 2007年1月26日、ODA は、我が国外交の重要な手段であります。国際社会の一員としての責務を果たし、かつ、自らの繁栄を確保していくために、ODA を一層戦略的に実施します。自由と繁栄の固形性のためにも、ODA を活用していきます。その上で、ODA 事業量の100億ドルの積み増し、 また、対アフリカ ODA の倍増など、対外公約を達成すべく努めてまいりますと述べた。2006年10月、自民党政調会長の中川翔一が、各武装論も選択肢として考えておくべきと発言したことで一部から非難を受ける。麻生は、比較三原則の検事を前提と明言しつつも、隣の国が持つとなった時に、一つの考え方として、 いろいろな議論をしておくことは大事だ。日本は言論統制された国ではない。言論の自由を封殺するということに組みしないという以上に明確な答えはないと発言した。この発言が原因で12月に民主党、社民党、共産党ら4党から外相としての不信任決議案を提出された。2009年11月23日。 総理大臣時代に日本に対するアメリカ合衆国の核の傘検事のため、米議会が中期的な核戦略検討のために設置した戦略体制委員会に働きかけを行っていたことが分かった。情報機関や国家運営に必要な情報収集能力をインテリジェンスと呼ぶ。アソは英米のインテリジェンスを次のように比べた。イギリスは ミロクと外務省の二つのインテリジェンスがある。英首相は二つを競合させる、つまり、心眼を見分けて、最終判断を下す機会を持ち、判断の政治的責任を引き受けている。他方、アメリカのインテリジェンスは、CIA だけであり、米大統領はインテリジェンスを競合させたり、政治的責任を取ったりできない。 これは、イラク戦争の際に大量破壊兵器が存在すると誤認した構造要因だったと、アソーは考えている。このような事実から、インテリジェンスの吟味が大事だという。この結論を、手島隆一は高く評価した。2016年アメリカ合衆国大統領選挙を勝ち抜いた、ドナルド・トランプ大統領は、就任直後より日本を含む貿易黒字を抱える。 国々に対し貿易不均衡の是正を求めた。2017年4月18日以降、麻生太郎副総理とマイク・ペンス副大統領による日米経済対話が2回開催されたが、アメリカ側の自由貿易協定交渉要求などを相応に裁いたためトランプ大統領は不満募らせ、モテギトシミツ経済再生担当大臣とロバート、 ライトハイザーアメリカが衆国通商代表との日米貿易交渉へ移行した。2019年4月25日、訪米中に行われたスティーブン・ムニューシン、財務長官との会談の中で、新たな貿易協定に為替条項の導入するよう、迫られるも、貿易政策と為替政策をリンクする議論には、賛同しかねるとして反論したことが伝わっている。朝鮮、台湾に対しては、 肯定的側面もあったとする発言をしている。2003年5月31日、東京大学学園祭において、創始解明は、朝鮮人が望んだ、日本は、ハングル普及に貢献したと述べた。また、2006年2月4日の福岡市での講演において、日本が、植民地台湾の義務教育に力を入れたと指摘した上で、 台湾はものすごく教育水準が上がって、識字率などが向上したおかげで、今極めて教育水準が高い国であるがゆえに、今の時代に追いつけている、我々の先輩はやっぱりちゃんとしたことをやっとるなと、正直その時思ったと述べた。2007年3月21日、長崎県都議津町で講演。 日本独自の中東和平外交として、ヨルダン渓谷の開発を進める、平和と繁栄の回廊構想に触れ、米国人にできないことを日本がやっている。日本人というのは、信用がある。青い目で金髪だったら、多分ダメよ。我々は幸いにして、黄色い顔をしている。そこで搾取をしてきたとか、ドンパチ、機関銃撃ったとか一回もないと述べた。 2006年5月26日、アジア各国の政府首脳や経済界リーダーを招いた国際交流会議、アジアの未来において近代の生んだ毒それはすなわち国民国家であり自民族中心主義という意味に規定されるナショナリズムでした。この二つは地図に黒々と太い国境を引く思想でした。また時として、 その国境を外へ外へ、無理やりにでも広げていくのを良しとする考えでした。他人のことは言いますまい。日本人は一度、国民国家とナショナリズムという強い酒をしたたかに煽った経験があります。皆さんこれからのアジアは、国民国家の枠、ナショナリズムの罠に絡め取られるようではいけませんと述べた。2008年10月2日には、 日本の過去のアジア支配に対する反省と謝罪を明確にした村山談話について、いわゆる村山談話と17年8月15日の小泉純一郎首相の談話は、先の大戦をめぐる政府としての認識を示すものであり、私の内閣においても引き継いでいくとして遊う内閣でも明確に堅持する方針を示した。同年10月31日には、 航空自衛隊幕僚長の田上敏夫が旧大日本帝国軍の侵略行為を否定する論文を執筆していたことが判明したが、麻生は記者団に対して個人的に出したとしても立場が立場だから適切ではないと述べた。麻生内閣メールマガジン太郎チャンネルにおいて1941年12月に 第二次世界大戦が、新珠湾攻撃で始まると書いたことについて、1941年12月に、始まったのは、第二次世界大戦ではなく、太平洋戦争である。この歴史認識は知性を疑われる恥知らずの間違い、として、新党日本の田中康夫から国会での、謝罪と訂正を求める質問主意書が提出された。内閣総理大臣としては、 こ野の談話を踏襲することを表明したが、アメリカ合衆国会員に提出された、慰安婦問題をめぐる、対日非難決議案にある、日本軍による、強制的な制度例化といった記述について、客観的な事実に全く基づいていないと強い、遺憾の意を示している。麻生はまた、国連の自由権規約委員会が、従軍慰安婦に対して、 日本政府に謝罪と保証などを行うよう勧告した時も第171回国会において内閣総理大臣としてこの勧告は法的拘束力を持つものではなく市民的及び政治的権利に関する国際規約の定約国に対し当該勧告に従うことを義務付けているものではないと理解していると述べ慰安婦に対して 謝罪や賠償をする意思がないことを表明した。麻生個人の見解としては、慰安婦問題をめぐる対日非難決議案は、日本と米国が緊密な関係になることを良しとしない、第三国による日米離管工作であるとみなしている。2006年8月8日付の朝日新聞長官にて、安国に、いやさか、あれという論文を寄稿した。 政治家の靖国神社問題については、政教分離が問われるなど一番の問題は、靖国神社が宗教法人であることだとしており、2006年の総裁選では、総理になった場合に、靖国神社を非宗教法人化し、国立追悼施設にすることを公約に掲げた。2008年10月にも、神社という名前が問題なら、 靖国病でも証拠者でもいろんな形があるとして、非宗教法人化を支持する姿勢を示している。2006年には、首相になった際には、靖国参拝を自粛するという考えを示していた。2008年に首相に就任した直後には、行くとも行かないとも答えることはないとして、曖昧な姿勢を見せている。外交問題に飛び火した、小泉首相の参拝について、 中国が言えば言うほど行かざるを得ないとし、これはタバコを吸うなと言うと吸いたくなるのと同じだと述べた。麻生本人は、外相在任当時、外務大臣は、個人ではないという理由で、靖国神社には参拝しなかった。永久戦犯の分子については、靖国神社に戦死者でない人が祀られていることが、非常に大きな問題点だ。 他の国々、国内からいろいろ言われないよう、英霊から感謝されるような形で参拝できる制度を考えるべきだとの見解を示しているが、靖国神社が宗教法人である限り政治の介入による分子は、現に慎むべきであるとしている。そのため、靖国問題の解決策に関しては、靖国神社の非宗教法人化を行い、 国が関与できるようにして永久戦犯を分子することを一つの方法と発言し望ましいとして賛成している。2006年1月28日愛知県名古屋市で行われた公明党議員の会合で英霊は天皇陛下のために万歳と言ったのであり首相万歳と言ったのはゼロだ。天皇陛下が参拝なさるのが一番だと述べ、 公人か私人かという論議のため参拝できなくなったが、解決の答えはいくつかあるはずと付け加えたが、批判を浴びると、今の状況で、天皇陛下に参拝していただきたいとは、一切言ってないと発言を修正し、釈明した。日本と韓国の緊張関係について、両国が、靖国問題にあまりにも執着しているのが最も、大きな問題だ。当分はマスコミが、 安くに問題を書かないのが一番良さそうだ。問題を煽って増幅させたとの考えを表明している。2006年5月26日に都内のホテルで開かれた国際交流会議アジアの未来で講演し、23日に自分がカタールで中間の外務大臣と会談したので関係改善の流れが出てきたと発言。 これに対して、韓国産業資源部長官は、アジア共同体形成に関して、各国間合意はできたが、反中日の共同体構築努力が他地域に比べ、足りない。原因は一部政治家の安国参拝や歴史問題だ。ヨーロッパがいかにして、これを克服したか考えてほしいと講演した。首相在任中の2009年には、 最も政治やマスコミの騒ぎから遠くに置かれて叱るべきものだ。もっと静かに祈る場所だとして終戦の日に安国神社参拝を行わない行を示した。2009年10月17日には首相在任中には参拝しなかった安国神社に参拝した。教育基本法に関して麻生は改正前の2002年に教育基本法には 国という概念を明確に打ち出す必要がある。愛国心を持つことの大切さを明示すべきなのだとの見解を示していた。また、思い切って、中学の義務教育をやめてもいいのではないだろうかとして、義務教育を9年から6年に短縮する構想を示した。これに対して、高橋哲也は、11歳か12歳で、自分の人生に見極めをつけようというのですから無理な。 話ですと述べ、この構想を批判している。2008年9月の国連総会での演説後、自衛隊の集団的自衛権の行使について、できるようにすべきと、憲法改正もある程度は必要との認識を持っている。2016年の西日本新聞のアンケートでは、国民的合意が得られるものから適宜を行うべきだと回答している。麻生内閣時代に、 国籍法改正について、舵事を取った。2016年の西日本新聞のアンケートでは、選択的夫婦別姓制度導入について、結婚したら、全員が、夫婦同姓にすべきとしている。一方、野田聖子は、麻生は、選択的夫婦別姓制度導入に、基本的に賛成である、と述べていた。また、政策 CP プロジェクト衆議院。 選挙2005プログラムでは選択的夫婦別姓を認めるかに対し認めるが子供の性はどちらかに統一すると回答している漫画やアニメの表現規制強化を推進する立場を明確にしている松江市教育委員会によって裸足の源に閉化措置が取られた問題について出た頃毎週の連載を読んでいましたけどもっと禁止した方がいい成人向け漫画がある 自民党でポルノコミックについてやったときは、成人向けにすべきじゃないと随分反対があった。そういうものの方が、もっと問題なんじゃないかねと述べた。1989年から発生した有害、コミック騒動では規制強化の立場から、自民党を代表して、子供向けポルノコミック等対策銀婚和会の会長を務めた上、児童ポルノ禁止法についても、 法規制の必要性を主張している。自らも喫煙者であることから、受動喫煙防止を目的とした、健康増進法改正案について反対している。当初は、高知会に所属したが、河野洋平の対友会立ち上げに伴い離脱した。ハト派的な河野とは、政治スタンスが異なるが、信頼関係は深く、麻生にとっては、 首相時代に孤独を癒してくれる精神安定剤のような存在だったという。麻生の2008年自民党総裁選出馬表明の直後には公明党支持母体の総科学会婦人部、公明代表代行の浜四つ俊子が異例のスピードで支持を表明した。その後、2008年8月11日にまだ自民党総裁が決まってない段階で、 公明党幹事長の北川和夫も日本の未来を考えたときにリーダーは明るさが必要だとして明確な指示を表明している。麻生の信仰宗教はキリスト教であるが新党政治連盟から支援を受けている。2009年12月9日には新党政治連盟国会議員懇談会の名誉顧問に就任している。 麻生グループ関連会社麻生から2002年4月30日付で麻生が支部長を務める自民党支部が総額650万円の政治献金を受けていた。前年度中に麻生は国から補助金1458万円を交付されており政治資金規制法違反の疑いを指摘された。同社は県から間接的に受給していたので問題ないとの認識であった。 報道後に同社は返金を求めることを表明した。東京電力や関連企業がパーティー券購入額の目安として東京電力が政治家の電力業界での重要度を査定しランク付けしていた上位10議員のうちの1人であったことが朝日新聞に報じられた。外務大臣だった2007年6月大規模な政治資金パーティーを自粛すると定めた。 大臣規範に反し、資金管理団体のパーティーを開催して、約8470万円の収入を得ていたことが、政治資金収支報告書で分かった。2001年以降2006年2007年2008年。200 内閣総理大臣就任前2008年9月2008年11月2008年12月2009年2013年と述べた。麻生はマスコミに対して質問に乗ってまた言うと、それをまた挑発のネタにされる。そっちの飯の種になるかもしれないが、こっちはそういうことにならないからと嘆いたが、この発言も問題発言として紹介される状況であった。 妻、近子は、米国発の金融危機が来て主人は、景気対策のため本当に頑張りました。でも、政策ではなく、政権交代という、作られた流れの中で政局を問題視されました。口が曲がってるとか、漢字が読めないとか。それと、変な話をしたと。全体を見ればきちんとした話でも一つの単語が、極端だったり、不用意だったり、 そんなことだけが取り上げられました。人間失格のような印象すら作られ、私は本当に辛く、主人をかわいそうに思いました。と10回している。麻生前首相が資質を問われ始めたのは、漢字の誤読が発覚してからだと言われるように、麻生が国会答弁の中で、党衆を不衆と読み間違えたことを、朝日新聞が報じた。 こうした報道について自民党の細田博之幹事長は麻生総理が字が読めないらしいと言って楽しんでいる。日本国の程度を表している。国民の程度かもしれないと発言したが、この発言も非難の対象となり、細田は発言を謝罪した。マスコミなどの報道機関は麻生の原稿の読み間違いについて批判し、2009年1月20日のサイン。 予算委員会では、麻生の漢字力を正すため、民主党の石井はじめ副代表が、中ん族など12個の漢字を並べたボードを用意したが、麻生から、八つ市以外は普通に読めると返された。一方、2009年4月10日、麻生首相が、皇室主催の祝賀会で読み上げた祝辞で、 ヤ坂をイ坂へとして読み上げたことが語読としてマスコミ各社で報道されたがヤ坂にはイ坂、サ坂へと二通りの読み方があるためマスコミ側の語読ではないかと話題となり新聞各社が慌ててネットの掲載した記事を削除する騒動となった総理在任中の麻生はマスコミから庶民感覚がないと批判的な報道が繰り返し行われた麻生は 政財界の要人と帝国ホテルのバーなどで会合を行っていたがメディアからは庶民の感覚とかけ離れた贅沢をしていると非難の対象となった渋谷区上山町に敷地面積2400平方メートルの邸宅を所有しているマスコミから麻生五天と呼称されることがある麻生の自宅を非難する団体が無届けでもを行い 逮捕される事件も発生した。2016年6月撮影2003年2005年2006年2007年2008年2009年以降、あそ家けの門違い釘抜き。ありがとうございます。